ドルーリー・シュエリが不安を感じる撮影問題に試す絵大が言及。個人で撮影している人間をどう抑止するか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。注目されすぎるのは好きではないと悩みをとろした陸上長距離界の申請。そんな彼女を心配する声が多く見受けられる。 先月15日の全国都道府県駅伝で17人抜きを披露し、9分2秒という驚異的なタイムを叩き出したドルーリーシュエリエリ。29日に行われ、岡山県内市町村別対抗駅伝、晴れの国岡山、駅伝競争大会では、3区、3キロで9分40秒と従来の区間記録を10秒更新した。岡山が生んだスターの走りを一目見ようと、29日には河川敷に多くのファンが駆けつけた。 その大半は、雑草と駆け抜ける彼女の姿を写真や動画で収めていた。SNS などを介し、彼女の名は全国に轟いたが、レース後に彼女は複雑な心境を明かした。注目されすぎるのは好きではない。そういった面ではちょっと、周りの人からは、気にせずにとは言われている。自分なりに気にしないように頑張っています。そして恐れていたことが起きた。報道の方々への対応や、 周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じましたので、やむをえずびは国路館には出場しない決断をしましたと弁護士を通じて2月5日の大会を欠場すると発表したのだ。ネット上ではティーンエージャーを気にかける人が多い。その一人、スポーツコメンテーターのためす大師は、まだ中学生です。彼女の気持ちを第一にみんなで見守っていきましょうと自身のツイッターで呼びかけた上で、 これは日本のスポーツ界は女子アスリートへの盗撮、無断の撮影問題にも関係すると思います。マスメディアよりも、個人で撮影している人間をどう抑止するかが重要ですと発言した。近年、SNS の普及により、すべての個人がメディアになれる力を手に入れたわけです。これによって国民総メディア時代が始まりましたと、マスメディアだけでなく、一般人にも非があることを指摘した。誹謗中傷を受けても、 一人一人に対処するしかなくいたちごっこです。性的な目的の撮影なども多くあります。室内は制限できますが、屋外は制限がとても難しいです。駅伝などは沿道すべての制限をしないといけなくなります。そして、つまりマスメディアの問題だと思っていたものが、実は人間の性質の話であり、国民がみんなメディアになれる時代にはあちこちに散ってしまっているのが現状だと思いますと言及し、こう続けた。 これに対処するのは大変なことですが、しかしやりきらないとアスリートたちが安心して競技をすることができません。メディアをはじめ、ファン一人一人が自らの行いを見直す必要がありそうだ。構成、ザ・ダイジェスト編集部。